おはようございます。3月4日6時23分のドル円相場解説になります。まず1時間から見ていきたいんですけども、こちらの方にね、昨日はぶっちゃけどういうことかというと、こんな感じで推移したんで、ちょっと横ばいだろうなと思ってたんですよ。横ばいに感じたのはこの移動平均線が絡み合ったところですね。で、深夜、昨日のね2時か3時ぐらいだったですかね、アメリカでこのニュースが入ったんですよ。利下げ、これね、FRB 緊急利下げを決定、ウイルス感染拡大でというニュースが入った瞬間チャートを見たんですけども、その時にズドーンとこれね1時間足落ちたわけなんですよ。でここの流れが来て、でアリゲーターラインもこういうふうに広がってますよね。でしばらくこれは売りに入るんじゃないかなと思います。というのがですね、利下げっていうのは利率が下がることなんですけども、瞬間的に下がるわけじゃなくてずっと下げたまんまなんですよね。で、例えば、なんかこう、国家間の揉め事とか戦争が起きるんじゃないかなって緊張っていうのは、それが解けた瞬間、反対側に回るんですけども、この前のね、イラン、アメリカの第三次世界大戦か、みたいなミサイル発射の事件ですよ。あの時っていうのは、ぐーっと緊張が高まった時下がって、まあ、アメリカがね、戦争しないよ、報復しないよって言った時、こういう戻ったじゃないですか。ああいうふうな瞬間的なものとは違って、利下げっていうのはしばらく利率が下がるってことですから、やっぱりね、それが緩和されるまで、もしくは利率が戻るまでは、ずっとこの影響を受けるんじゃないかなと思うんですよ。はい、それではですね、デイリーの方から見てみましょうか。デイリーの方を見てみると、すごいですよ。ここね、何日か、1週間ぐらいの値動きがずっと急速な売りなんですよね。この売りがどのぐらいすごいかっていうと、これ1本が1日なんですけども、今、ここにありますよね、チャートバーが。で、ここに同じようなところがあります。もうそれこそね、1本が1日ですから、何十日もかけてここまで来たものが、本当1週間ぐらいでストーンと落ちるんですよ。だからね、落ちるときってのは本当早いですよね。で、こういうふうなことを意識しながら、私たちは相場を見ていかなくてはならないということです。ですんで、この辺でですね、この辺で、あ、これは売りの大きな流れが来るなと思ったら、売りでエントリーして、出荷方向稼いでいくってことです。このセンスが必要なわけなんですよ。そのために繰り返していくわけですからね。では4時間の方を見てみましょう。4時間足なんですけども、4時間足ね、こういうふうにトレンドがぐーっと来てますよね。でこのとんがり山が来たところから、もうストーンと臨界点を迎えて落ちたわけなんですよね。で、調整が入りました。その後で利下げのこの青いラインが来ましたよね。で週明けに窓を開けて赤っていうのがありましたけども、あれを見るとちょっと上がっていくのかなって感じだったんですけども、今回の利下げ関係で一気に来ましたね。これ1時間足ですけども、窓を開けたらここですよ。で窓を開けた後、やっぱりいつものように埋めにかかっていって、調整がかかって、その後どうかなと N を書いて突破してドーンと受けに行くのかなと思ったら、そうじゃなくてここに阻まれて下に行ったということだったんですけどもね。でもう一回上に行くかなと、レンジに入るかなと思ったら、あ、こういうふうに利下げの勢いで下がってきたということですね。だからこれからしばらく売りで取っていけるんじゃないかなと思っております。106円のフェーズに入ると思いますよ。本日は以上です。